どうもどうも、まさとです。はい、今回もこちら、マッサバのワールドからお送りしたいと思います。はい、今日はですね、こちら、ハンギングハウス。こちらですね、作業したいと思います。今日はね、下からね、下とここと山頂とつなぐ、道をちょっと作ってみたいなと思います。気軽にね、行き来できるように、雰囲気あるのをちょっと作れればなというふうに思いまして、いろいろああやこうやと考えております。ということで、早速始めて参りましょう。で、まずね、ちょっと気になってたのよ。そういや、あれ、パウダースノー、全然見つけてねえなと思って、あっちの雪山ってどうなんだということがありまして、ちょっとそれだけ確認しておきたいと思います。一度もまだね、パウダースノーのたくさん集まってるところ、天然では見たことないんですよね。こっち側だけ確認しておきましょうか。沈んだりしないよね。革装備持ってきてないよ。どうなんでしょう。大丈夫だね。ここは違うのかな？ね、沈まないもんね。どこかにあるんだろうと思うけどって思っていたよりヤギが多い。うん、ここら辺違いますね。じゃあいいや。じゃあ作業、進めていきたいと思います。どっから、2箇所ぐらい登るルートをちょっと作りたいと思うんですよね。ちょうどこの下あたりから、こっちへ上がってこれるようにしたいとは思うんですよね。じゃあ降りましょうか。湧き潰しもしないといけないだろうな、これね。じゃあ降ります。こっち使って上がってくるか。あ、雲がいるね。暗い部分があるんです。あー、ラグるな。はい。大体ここら辺が下だよね。ちょうどハンギングハウス上見えとりますけども。え？雨降ってるんか、これひょっとして。急に暗くなったけど。湧いちゃうかもしれないね。ちょっと湧き潰しだけしときます。まあ、そんなにたくさん置かなくてもいいとは思うんだけどね。あ、落雷だ。雷雨ですね。雨降ってなくても雷は鳴るんですね。一応ここサバンナかな？だからね。雨は降ってないと燃えてないよね。で、どういうルートで上がっていく？一旦こっち上がって、こう行くような感じで行きましょうか。ここら辺も中ちょっとどうなってるか今後見に行かないといけませんね。とりあえずベース作るのに1ブロック幅で作っていきたいと思います。こういう感じで上がっていきますか。ここら辺ぐらいからね。こう上がっていくという感じですね。で、あとでちょっとまた整えていきます。とりあえず上がるルートだけ先確保していきたいと思います。こうか。で、土で。こう上がっていく感じですよね。で、今度こっちから上がるような感じでいきましょうか。一旦こっち上がって、こういって、壁にこう取り付けていくという感じで。で、上を削りながら上がっていくと。まあ、いろんな形状のあれがあってもいいと思うんだけど。あ、出るかな。はい、出ましたね。ここで、うわ、暗。ちょっと安全対策で。これは嫌だね。ちょっとこの位置はね。え？向こう。なんかすごい穴あるんですけど。ああ、なんかいるわ。さよなら。あっち行って。うん、とりあえずここはちょっとほっときます。あとでまた。ああ、水が流れてるね。また対処したいと思います。今日はこれやってる場合じゃないんですよ。こう行ってぐるっと回っていきますか。
で、こうして、はい、ということで一旦下に降りてまいりました。階段の方はね、一応設置終わりました。とりあえず仮です。で、あとはこれ整えていくという作業あるんですけれども、じゃあ実際ねどうなったか、ご覧いただきたいと思います。こちらからね上がっていくという風な感じで、ちょっと危ないからこれだけ剣だけ持ってって、でこっちへつながって、またこちらへね、あ、ここもうちょっと綺麗にしないといけないね。で、このように一旦山の中入ります。あ、これ階段つけるの忘れてるな。ところどころね、中入っていくしか方法がないという場所がね結構あるんでね、このような感じになっておりますけれども、まあ、ここら辺は綺麗に整えながら、またね幅広げたりなんやしながらね、ちょっとやっていければなと思っております。で、ここを切って、まだこっちか、ここを気をつけないと あかんポイントだよね。で、こう上がってジグザグしております。本当の山道ですね。で、こっち上がっていってですね、でガーッと来て、本来こっち行こうと思ったんですけど、ちょっと見た目的にあれだから、うん、と思ってこっちに一旦ずらして、こう回ってまたこっちで、こっちも2つ幅で作っていっております。で、こう上がって、でまたここも複雑でしょ。あ、雨降ってきたな。こっち中通って、でこのようにジグザグしながら、でこちらまでたどり着けるようになりましたという感じですね。ちょっとここからだとね道が見えないんですけれども、ここ行きゃ見えるかな。ここは雨降ってないですね、サバンナだからね。で、上から見てみるとですね、多分スタート地ね、ちょっと今家で見えないんですけども、こう上がってって、こういう感じで行って、でこっち上がって、でこっち中通って、こう通っていくと、でここに着くというふうな感じですね。はい。てな感じでございます。ああ、いるね。当たらんだろうな。ちょっと下行くとき、めんどくさいことになりそうだから。当たった！ナイス！私ナイスです。なんということでしょう。私名人ですね、自分で言いながら。という感じでございます。じゃあちょっと作業するんでね、下行きますか。下からまた整えていきたいと思います。まだ生き残ってたりしてね。いないかな？ちょ、それだけ確認しよう。ベッドも持ちながら降りていくと。燃えてる！どこ行った？よし、倒した。道幅広げながら整えていきましょうか。ね、これもまた地味な作業ですね。できるだけ自然に見えるように。こっちどうする？こっちどっち側に広げる？あ、でもここ来てるからこっち側に広げないといけないんだよね。と、こういう地味な作業しながらね、ちょっとやっていきたいとは思います。あとここら辺ちょっとだけ整地して、小さい家、倉庫代わりとなる家作るのもいいかもしれませんね。そこら辺ちょっとイメージを膨らませながら、またなんか作っていければなと思っております。できるだけここもね、この階段も自然の地形を生かしつつの、階段作ったよというふうな感じのね、やつにしてみたいなと。コケムシタの方がいいんかなと、ふと思ったりして。こういうふうにちょっと整えながらね、乗えながらね。で、ここは横に広げるしかないよね、階段はね。で、通路は石レンガで。こういって、ここは、これで上がっていけるから、こうですね。はい、という感じでここまで来れたと。で、ちょっと、これどうしようかな。ここまで行っとくか。こうやって。で、ここもちょっと
と石レンガに変えて、で一応これでメリハリは出たかなと思うんですよね。で実際どう見えているか、まあ目立たないだろうね、石の山に石レンガですからね。だからここの縁取り、橋の縁取り、橋ちゃう、階段の縁取りをブラックストーンとか深層岩、深層岩多いから深層岩でちょっと縁取りして、ちょっと輪郭を分かるようにした方がいいのかもしれませんね。ちょっとこれ作るの結構時間かかっちゃってるんで、またちょっと日を改めて作ったのをご覧いただこうかなと思います。一応こういう感じでね、真下からはこの位置からだと見えない、あ、ここから見えるんか、ここですよね、ここがスタート地点ですよね。こう中入ってって上がってこう来てると、でこっちこう上がってこう行くと、だからここの縁取りがね分かるように深層岩でちょっとメリハリつけますか。うん、はい、じゃあそのできた完成した姿を、ご覧いただきたいと思います。はい、こういう感じになりました。じゃじゃーん、ということでこういう感じになりました。いかがでしょうか。深層岩で縁取りしてみました。そしてランタンもねちょっと湧き潰しも兼ねて設置してみました。こういう感じでつながっておりますね。はい、で一応一つのルートはこれで完成というふうな感じになります。あともう一本どっかこっち側か、なんかここ険しそうだな、なんか作ってみたいなというふうには思っております。さあどういうふうな感じになるんでしょうね。じゃあ実際ねちょっと下から上へ上がってみた、今度逆行きましょうか。こっちからね上から下へ戻っていきましょう。はい、ここがスタート地点でございますね。こっちからねこのように階段使って下へと降りていくルート、作ってみました。こういう感じでぐるっと山の中通ってね降りていくというふうな感じになるんだと思います。はい、でこう行ってですね、ここら辺ぐらいからもうちょっと先かな、ここですよね、こっからもう一個下行けるんかな、新たにこっちのこの中ですよね、ちょっとどうなってるか気になってるので湧き潰しも兼ねて今度行ってみたいなと思うんですけども、ルート作りたいよね。でもいちいちまた階段下から作ることを思ったらこっちから横へつながるように道作ってってもいいのかもしれませんね。であそこの中ちょっと探索してみたいなと、湧き潰ししながらね、というのもちょっと今考えておりました。こっち側もなんとかしないといけないんですけどもね、向こう側に暗い場所があるんでね、でこのように下へ降りてきて、でゴールですね、ちょっと暗い部分もありますけれども、ここへ降りてこられるようになったと。もうちょっと下も行けるんだろうけども、ここら辺ちょっともうちょっと整えて建物、小さな倉庫代わりの建物を作るというふうな感じになるんじゃないかなと思います。まあそんな広くはないんでね、うん、またちょっといろいろ考えてみたいなというふうに思います。はい、ということで今回はこちらハンギングハウスの下ですねの部分からですね、階段を作りまして、このように通路の方ねちょっと作ってみました。下から上へ、上がっていけるように、道作りやってみました。なかなか面白いのができちゃったねというふうな感じでございますけれども、まあ、これでちょっとは行き来が楽になるんじゃないかなと思います。まあエリトラ使い部屋はそんな道使う必要もないんですけども、やっぱこれは雰囲気というのを出したいですからね、というふうな感じでこういうふうなのを作ってみました。ということで、今回はこれにて終了したいと思います。ではまた次回お会いいたしましょう。じゃあね。